今回のバナーツエコーはバナーツ観光の要ポートビラで 1,2 を争う大型リゾートホリデーインリゾートのご紹介と、バナーツの社会問題でもあるゴミ問題を訴えるアート展覧会の模様をお送りいたします。今回ご紹介するのはポートビラの大型リゾートホリデーインリゾートです。空港から車でおよそ30分、広大な敷地は美しいエラコアラグーンに面しています。部屋数は140室、水上コテージはもちろん、アクティビティは各種マリンスポーツからプール、テニス、ゴルフ場、そしてカジノと、ここだけで何日も楽しめてしまうリゾートなんです。それでは早速リポートしてみましょう。ハロー。Good morning. Welcome to Holiday Inn. How are you? Good, thank you. I'm Sylvie. I'm a receptionist. I'll be around with you today. And Aria, did you have breakfast this morning? No yet. Not yet. Yes. Okay, let me take you to our restaurant. Yes. They have a very beautiful, nice buffet, which is you can.Have breakfast. Oh, really? Yes. Yeah, thank you. このホリデーは朝食が豪華なことで有名ですので、ちょっといただきましょう。オープンのね、雰囲気の。Stuff. いきなり朝食をいただくことに。うわー、すごい、たくさんね。Here we go. This is where we took all our breakfast this morning. すごいですね、たくさんのお食事が並んでいます。ここがスタートだそうです。ホリデーインの朝食は地元の人もわざわざ食べに来るほど人気が高く、豪華なバフェット形式で提供されています。チーズやサーモン、ハムなどのコールドフード、ホットフードや焼きたてのパン、南国ならではの豊富なフルーツなどメニューが豊富です。もちろんオムレツはシェフが作りたてを提供してくれます。出来たてほやほやのオムレツ、美味しそうですね。それではホリデーインのブレックファストいただきます。いろいろ並んでて楽しいですね。まずはオムレツ、あ、チーズがすごい糸引いてる。お野菜もチーズも入ってて美味しい。素敵な景色を見ながらのんびり朝食、ごちそうさまでした。次はお部屋を見せていただきましょう。Today I will show you one of our family suite. Okay. And whenever weather good, I will take you down to our family villa or our water bungalow. Okay. Yes. 140室あるホリデーインリゾートのお部屋を案内してもらいました。Okay, Ria, this is room 219. It's our family suite, which is a family suite. It's interconnecting 219 to 217. Oh, okay. So which we can accommodate the family. Yes, we have bunk bed inside. Okay. Yes. 早速中を見せていただくと。おお、とっても可愛らしい部屋ですね。二段ベッドになってる。Good for kids. Yes, we got bunk bed up here and we got bunk bed down there. もう本当にファミリーにぴったりのもう子供部屋って感じですね。子供は喜ぶと思います。こちら二段ベッドになっていまして、でね、この下にもね、こういう小物がこう宝箱見たくなっていたりですとか、本当にね、楽しい。ちょっと上上がってみましょうかね。あ、テレビがあるんだ。わお。Yes, we got TV. Yes.ああ、広い。ここでね、2階で遊べますね。ゆったりできます。テレビもあるので、ここで子供たちは遊べますね。あ、広いですよ。ベッドがあってちゃんと落ちないようになってますし、こういうね、クッションも一つ一つが可愛い、ポップで可愛い。さらに、お風呂にも
子供が喜ぶ仕掛けが。可愛いステッカーがいっぱい。滑り止めもカラフルです。たくさんなんかシール貼ったって、わあ子供喜びますね。なんかプールじゃなくてもこのお風呂で遊びますね。すごい楽しい。 Okay, Ria, now you see this is the kids room、mm-hmm.And here you can see it's parents' room, which、okay. is we do interconnecting.、Mm-hmm. Parents sleep here、mm-hmm. and kids here.、Wow. So you can see we have one king size bed. Okay.、Yes. ゆっくり、お父さんお母さん休むことができます。ベランダからの景色も楽しめるこちらのファミリースイートは、大人2名、子供2名で、朝食もついて3万円台と手頃な価格設定になっています。そしてホリデーインのシンボルともいえる水上コテージにローカルカヌーに乗って向かいます。さあローカルカヌーに乗ってウォーターオーバーバンガローにやってきました。こちらのヴィラはいくつぐらいあるんでしょうね。 How many villa is here? We have 11 11? 11個のヴィラがあるんですって。ではその一つ見せてもらいましょう。11棟ある水上コテージのうち1棟を見せてもらいました。室内は木の質感を生かしたアダルトな空間が広がっています。何より素晴らしいのがバルコニーからの景色。階段降りればすぐ海という夢の水上コテージです。This is our bedroom. See, it's got a king size bed. Yes. Very big. Very big and a nice view. Yes. 窓が大きい。綺麗な海がね、よく見えますね。ジャグジー付きですよ。水上コテージ。わー、しかも大きめ。ちょっと入ってもいいかな。Yeah. Nice. Yeah. Like a celebrity. いいですね。セレブ体験いかがですか。So we record and I'll show you some of our activities, okay, like catamaran, canoe and kayak, and yeah, all the stuff down there. So now it's very beautiful. So we go down to the pool and then I'll show you our activities. Okay. Yes. 晴れてきたのでウォーターアクティビティやりましょう。本当素敵な景色見てください。このグリーンのラグーン、綺麗な色ですね。このビーチは完全プライベートのビーチで、このリゾートのお客さんしか利用することができません。ビーチサイドには子供も大人も楽しめるプールが設置してあり、ビーチでのんびりしてプールで泳ぐといった贅沢な楽しみ方もできちゃうんです。そしてホリデーインには敷地内になんとゴルフ場もあるんです。ゴルフはあんまり得意ではないのですが、気持ちよくプレーできました。カタマランっていうのをね、ちょっと気になりますよね。みのさで What is カタマラン? I wanna tryIs it easy? Yeah, it's easy. We can give you lessons how to use it. It's easy. Okay. 待ってます。あれです。カタマラン。You like this カタマラン? Okay. それでは今からカタマラン行ってきます。人生で初めてのカタマランに乗り込みます。カタマランは小型のヨットのようなもので、操作はインストラクターがしてくれるので安心です。エンジンを使わず風を受けて進むので、自然を五感で感じることができます。これが意外と早いんです。いや、カタマラン初めて挑戦したんですが、もう風任せ、潮任せ、もうね、自然に任せるしかないっていうね、バナースの時間のようにゆっくり過ごしました。そしてテニスまで楽しんだ私、当然
あ、運動したらお腹が空きましたね。こちらプールサイドのバーではランチも食べれるそうなんですね。今日のランチはここにしましょう。ハロー。Firewood pizza, number one. True. Number one というファイアウッドピザ。ではお出ししましょう。Yes, one please. プールサイドメニューの一番人気が薪で焼く本格石窯ピザ。生地から手作りで厨房を受けてから焼き始めます。プールサイドの石窯でこんがりと焼いていきます。待つこと10分ほど、ピザが焼き上がりました。薄い生地が特徴の石窯ピザです。This is your pizza. Thank you. This is the four lunch. わー、美味しそう。 Enjoy your lunch. Thank you. 生地が薄くてパリパリのやつですね。では1枚いただきましょう。おー、出来たて。いただきます。うん。美味しい。生地がね、パリ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 してる。シスター、ピザヘビーナンバーワン。Yes。ピザでお腹がいっぱいになった私が次に挑戦したのは、バヌアツをはじめ世界中で愛されているスポーツ。そう、ペタンクです。ボールに近づけるというね、とってもシンプルなスポーツで、日本ではね、まだ馴染みがないんですけど、バヌアツでは国際大会が行われるほど人気のあるスポーツなんですよ。ぜひ皆さんもペトングやってみませんか。すごい楽しかったです。さらにはこんなに大きいチェス盤まであったりと、本当にアクティビティが充実しているリゾートなんです。そうこうしているうちに、あっという間に日が暮れてきました。リゾートの楽しみといえば食事。豪華なディナーの時間です。オードブルからボリューム満点。メインのお料理はシーフードから豚肉まで、こちらも盛りだくさん。すごいメインが来ました。もうシーフードもあり、ポークもあり、ラムもあり、カレーもあり、盛りだくさんですね。じゃあこれいただきましょう。いただきます。うん、おいしい。皮はしっかりカリッと揚がって、中は身は柔らかい、ジューシーです。おいしい。お腹いっぱいいただきました。食後の楽しみが、木曜日の夜はファイヤーショーがあります。このファイヤーショーはバヌアツですごく人気なんです。今日はこれを見ましょう。こちらのファイヤーショーは、その派手さも手伝って、今バヌアツで大人気のショーなんです。すごい、どうでしたか？面白かったですか？今これがバヌアツでホットなファイヤーショーでございます。そしてここからは大人の時間。ロビーに併設された素敵なバーです。特別なカクテルを今注文しました。どんなのが出てくるのでしょうか。私がオーダーしたのはおすすめのカクテル。見た目も可愛く爽やかですね。そのお味は、とってもフルーティー、飲みやすい、美味しい。贅沢な大人の時間が流れています。ほろ酔い気分で向かうのは、南国の夜のお楽しみ、パームズカジノです。ルーレットにバカラ、スロットマシーン、ワンでした。おー、なくなった。2ミニ、やったー、勝ったファームスカジノはカジュアルな格好でも大丈夫です。私も足元ビーチサンダルなんですが、これでも大丈夫です。本当に朝から夜までいろいろなアクティビティや遊びが満喫できるホリデーインリゾート。
もちろん何もしないで過ごす贅沢な時間も堪能できます。以上、ホリデーインリゾートのご紹介でした。ハッピーニューイヤーパナトゥニュースです。今年最初のニュースは明日の話題です。ただいまこちらのアートギャラリーで環境に関する展示会が開催されています。では早速中を見てみましょう。この催しはエファテ島パンゴ地区でバヌアス在住のアーティストおよそ27名によって昨年末に開催されました。Hello! Yokoso Ryu, welcome to Sick Plastic Loss of Water. My name is Daniel. Daniel-san. 早速主催者のダニエルさんに話を伺いました。Dan-san, what kind of exhibition is here? This is a group exhibition. So we asked artists in the community to contribute works based on the theme Sick Plastic Loss of Water, which is about ocean pollution, but more importantly, plastics that are in our ocean.タイトルのシックプラスチックロンソルウォーターはビシュラマ語バナーズの言葉なんですけれども、シックプラスチックっていうのはもう本当にもう汚いプラスチックのゴミだそうですね。でソルウォーターイズシー、海の汚いプラスチックのゴミ展示会だそうです。近年急速に発達したバヌアツ共和国では文明とともに大量のゴミも生み出すことになりました。多くのバヌアツ人はバナナの皮を地面に捨てる感覚でプラスチック製のゴミをポイ捨てし社会問題となっています。プラスチックゴミは残り続けるのできれいな自然を汚すことにつながるという認識がまだまだ浸透していません。 What do you want for Banuan people? For this exhibition? I would like to change people's thinking about how they use it andThink about where it goes and what it does to our marine life and our oceans. There's billions of tons of plastic floating around in our oceans and is killing our marine life, which is part of our food chain. 会場にはゴミを利用したさまざまな作品が展示されています。こちらは捨てられていたペットボトルで作られたクラゲです。これらの作品はバヌアツの自然を愛しながらゴミ問題に危機感を感じた人々によって作られたものでダニエルさんが筆頭となり実現しました。バヌアツの地元住民や学生たちの作品から長期滞在でバヌアツにやってきた観光客の作品も展示してあります。こちらはスリッパーフィッシュ、いらなくなったサンダルを鱗に見立てて作られています。地元の学生が参加したこのコーナーでは、海水で歯磨きをする様子の写真が展示されています。バヌアツでは古くから海水で口を洗う習慣があり、海が汚れるとその習慣も失われることになります。では実際にバヌアツ式マウスウォッシュの作り方を見せてもらいましょう。First, you castle some water.Second, you mix, you boil lamb. Third, you mix him. And the fourth, you poo-poo lamb. I also washed mouse wash. Ah, it's good. It's a good taste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 .地元の方にお話を伺いました。汚染はねないし、
mungkin macam ni, mungkin bibol ni tinggi bawah sih, nasi kan plastik lo solo ada. Ya, nampak fine plastik rapis, kita mungkin lawan place, tamem lawan safe side, lo ino ame mal animal, or environment, spoiling environment. Bibol lo last year, previous years, untuk lo bibol ada kalau solo ada, oleh kembang buat yang kokonas, fruit kokonas, oleh beli beli buat yang be. Since lo iya, nampak ada lagi kalau solo ada, kembang buat yang plastik. No. No, where from? From Imekem Toti, Los Salvota. Keep clean, right? Yes, keep him clean. きれいなバヌアツの海を残す素敵な取り組みのご紹介でした。以上、ファナトゥニュースでした。